2022年も早3ヶ月が経った。そんな中、お稲荷図光太郎はベンチプレス 100kg を上げるという目標達成のため日夜努力を重ねてきた。前回まで全く歯が立たなかった 100kg、 今回こそはと目をギラつかす光太郎。果たして今回は持ち上げることができるのか。頑張れ光太郎。どうも、おいなりずこうたろうです。いやね、また今月もやってきました。3月2日、100キロ挑戦の日ですね。以上もまだアップ終わらせてるんで、じゃあ、早速、行ってみたいと思います。はい。